皆様大変長らくお待たせいたしました。チャス2015年ジャニアリー。なんでジャニアリーって言うんですか？ジャニアリー1月。はい、ちょっとあじゃないですよ、あれジャニアリー、あと A ぐらいです。ジャニアリー2015年ジャニアリー超 A が強いモダンコンバット4アップマンク杯1勝1敗で迎えた天下分け目の最終決戦。よっしゃい、もう始まりますね。始まります。これジャニアリーの部、今皆さん村井さんの画面見てますけども、高橋くんのチャンネルで、あいたかしくんチャンネルで、はい、僕の画面出てますので、ちょっとぜひよろしくお願いします。ブリいくぞ。これうっせえうっせえ。クリアライクリアだよ。そこクリアする必要ないでしょだっていないこと分かりきってんだから。特にクリアしてないけどね。してないんですか？うん、これ僕マジ負けられないです。ライライライマジで負けられない。ライ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 ラララライラララライム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 ララライ。すごい静かなんだけど怖えマジで。戦場というのはある日唐突に。そうだ、私はこっちから。皆さんはそっちから。ブリ大根見っけたぞ。え、村さん。ちょっとブレー。え、見えない。見に行く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 、高橋君見に行く、高橋君見に行く、高橋、あ消えた見に行かなくていいですよ。よっしゃい、ブリじゃないです。そしていい流れ来た。消えてしまったのね、円環の断りに導かれて。もういいっすよ、もうダメだ、これ攻めなきゃダメだな。乱戦だ。どこだどこだ。あ、早っ。え、そうでしょ。ごめん、リスキルごめん。ただ目の前でリスポンしたから。飛んで火にいる夏の虫とはお前のことだ。銃を構えていたらそこに入ってきた。チーズを置いていたらそこに入ってきた。ネズミのようになすすべもなく高橋打ち取られた。哀れ哀れでしかない高橋。カモーン。すごいですね。イエス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 。やーべえ、すげえ汗かいてきた。暑いここ。いや、ここがね暑いっていうのもあるんだけど、頭がカッカしてきた。ああ、叫んでますか？気をしてますかね。あれ、静かに静かに村井さんがやられてる。雪は溶けません、まだ。え、ブリ大根出てこいよ。女性だからって僕は容赦しないよ。むしろ女性の方が。ブリちゃん、これ逆やで。燃えるよ。逆？うん。こっちに高橋はいない。あ、そうか。反対側だ。ちょっとここでボンミスしました。クリアライト。クリアレフト。スタンバイスタンバイスタイフォースメどこだ。 No, stay with me。 守るどこにいるんだ。ガラスの少年時代ですか。あ、無理だった、打ってなかった。何それ、何弁だよ嘘でしょ。ちょっと待ってくださいよ。やっべやっべ、あ、びっくりした。ちょっと待って、村井さんおい、それ渡して。村井さん打ちましたよ今。どこにいますか、どこにいますか。ああああああ、やっべ、あれ、あ、違うの。ただ僕まだ全然負けてる。ブリ勝ってる。よっしゃ。買ってる買ってる。俺たちは今日の勝者さ。え、こっち？あ、場所間違ったよ、また。あ、いや。え、こっちですか？分かってない。多分こっちです。よし。2人で行けば勇気も2倍。2人で行けば怖くない。怖くない。ここだ。こっち？いや、違うんですって、違うんですって。すぐ上ですよね、きっと。なぜ？なんでだ？どこ？ちょっと待って、怖い。やだ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 やです。やです。やだす。シャス。やだす。シャス。ダッシャーです。シャス。ああああわあ。うるせえ。はい、すいません。なんでや。あれま。まだ4分ある。敵を撃つ。絶対に負けられない戦いが。クソ、全然そこクリアリングしなかった。あ、やだやだやだ。待って待って待って、やだ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 。嫌です嫌です。どこだ。あああああ。お前の骨を拾ってやる。ああ。弾をね、変えてる瞬間ですよ。幾多あまたの骨を拾ってきた私だからできることだ。お前の骨は拾ってやる。やばやばい。ブーちゃん今気づかんかった。どっから撃たれたの？まだ負けてるでも。後ろ。ビクシャービクシャーまだビクシャー。私だ。私だ。お前だったのか。いやダメだ。これだ、このままだとまずい。イーブン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 。やばいやばいっす。高橋君の集中力が今かなりきてる。もう iPad に唾がすごい飛んでる。やばい。ブリちゃん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 、あいつ今ゾーンに入ってる。ゾーンに入ってますよ。ゾーンに入ってる。ゾーンに入った鏡は手がつけられない。明石戻ってこい。明石やばいな。深層心理にダイブするしかないな。あと2分半。あ、びっくりした。あ、びっくりした。あ、私もびっくりしたよ。同じぐらいびっくりしたよ。なんでびっくりしてんすか。お互いにびっくりする。レーダーに味方は映りますからね。そうなんですよね。そうなんです。敵陣地に侵入しました。やべ。待って。嘘ついたのバレた。早バレんの。橋の真ん中ですげえ普通に撃たれちゃった。ブリ大根どこだ。出てこい。私はここにいる。どこだ。いえ、ポイントどこだ。いやー、ぶね超ギリだ。今のまぐれだぞ。くっしゃー。なんでだよ。え、何？私だ。私だ。百発百中で私だ。前にいる。前にいる。やっべ。ブリちゃん、ナイスだ。よっしゃ。来た。やばい。マジか。よし。なぜ打ち負ける。よし。あ、やばい。弾なくなった。武器の性能か。武器の性能の差なのか。こっち3倍強くないっすよ。あ、でもまだあと180発あるな。え、足跡して、足跡やばい。1ミニッツ。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待って。ハーラストやべやばいやばいっす。おい、正々堂々走り勝負だ。走りまで出てこい。正々堂々勝負だ。どこや。俺はここにいる。何？中です、中。何？全然見えてない。ブリちゃん、あと20秒。仙道が追ってくるぞ。仙道が追ってくるぞ。僕2キルリードしてる。仙道が追ってくる。いけ。だから1回でも死んだら負ける。あと20秒。20秒。ただ攻めるよ。飛んでる、来てる、飛んできてる。ああ！よし！後ろにいたのに喉枯れそうだわ。放送席、はい、本日は2015年ジャニュアリーのモダンコンバット4の部、優勝、見事優勝を収めました、高橋さんに来ていただきました。勝利のコメントお願いします。いや、やっぱり経験の差ですよね。それだけですね。誰に一番この感動を伝えたいですか？僕をずっと支えてくれた妻に。来期も2015年のフェブラリーもまた熱い戦い繰り広げられると思うんですが、はい、また勝ってくれる姿見たいですね。ファンの方そう思ってますよ。もちろんです。追われる立場になるので一段と気を引き締めていきたいと思います。はい、以上放送席ありがとうございました。放送席こちら、今回残念ながら負けてしまいました、はい、ブリ大子さんの席にやってまいりました、はい、ブリ大子さんいかがでしたか？いやーね、もう勝てると思ったんですけども、最後のね集中力が途切れてしまってそこがね負けにつながったかなと思ってます。はい。なるほど。2015年フェブラリーの部分はね、はい、すぐ始まろうとしているわけですけれども、はい、抱負といいますか、はい、このシーズンとシーズンのこの間、はい、どのような自主練を考えられているんでしょうか？そうですね。まあ自分で練習することはもちろん、心を休めるという意味でね、ちょっと静かなところに行って禅でもやりながらちょっと集中力を高めるという練習もしたいと思ってます。はい。はい、以上です。ありがとうございました。練習したんだけどな、私結構ダメだったか。なんで村下始めるつもりなんですか？練習したんだけどな。なんか始めてるよこの人。本当だ。ほら見てこのボタンの配置。配置変えました？私なりにちょっといろいろ考えたんだよね。なるほどでもそれ多分覗くときに親指離さないと押せないですよね。確かにそれむずいっすよ。それかなりマイナスになりますよ。どういうこと？何？それをやるときに親指で移動してんのを離してそれを押さなきゃダメじゃないですか、うん、それ結構その一瞬が命取りになります。移動してるときに親指を離す、それが相手が左右とかに動いたら結構辛くないですか？辛い。あれ？辛い。あれ？辛い。ちゃんと考えた配置が。ちょっと待って。ひどい。ちょっと待ってよ。ひどい。なんでこんな始め方するんですか？すげえ見てる。どういう配置なの高橋君？どういうこと？僕のは人差し指での。そう。すげえ。こうやってやってます。そっか。これをここに置いてんの？ iPhone だとでも iPhone でもモンハン持ちみたいなことすればできますね。そういうことか。無理だよ、私そういうのできない。でこれがもっと進化すると右手の人差し指でエイムをやるようになって、照準合わせですね。右手の人差し指、はい、で親指はもう打つ専門。マジになります。僕それ練習したんですけど全然習得できなくて。ちょっとアイコンの設定変えてる時に打つのやめてもらっていいですか。さすがにひどいでしょ今の。え、今チームあれなんですか。いや全然もう戦いじゃないよこれ。練習？え、これ動かせない。あと僕村井さん超倒したい。人差し指で iPhone は無理かな。ちょっともう iPad でも無理だよ。そんな器用な指の使い方できないよ。ブリ、状況を報告せよ。いたぞ。交戦中か。ちょっとだから今設定してるんですって。私が倒した。あざます。ではまた、はい、フェブラリーでお会いいたしましょう。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。